国語算数理科デザインと題した高校生と地域をつなぐプロジェクト。高校生の発想力を養いながら地域と関わるきっかけにしてもらおうと県が行っていて、おとといは今年度の最終発表会が開かれました。参加したのは県内各地の高校に通う17人です。およそ半年間、それぞれが興味を持ったことを観察し続け、その中で感じたことを自分たちの言葉で表現しました。観光名所をテーマにした角館高校のチームは、地域の人たちと会話をする中で自分の本音にも気づかされたといいます。そんなに誇りに思ってないのに、やっぱりみんなに見てほしいのは綺麗なのを選んじゃって、あ、自分ってツンデレなんだなってめっちゃ思ってしまいました、はい、また街中で見かける貼り紙の画鋲に着目し、錆びたまま使っている理由などを聞いて回ったというチームもありました。呼び出して聞いてみました。今回初めてトントンして、画鋲について知らない人に聞いたっていうのが結構恥ずかしかった。恥ずかしかったし、なんか何聞いてんのって断られるのがちょっと怖かったです。怖かったよね。はい、これを一線を越えてしまうと、多分これからきっと快感になっていくんですよ。多分これまたちょっとやっちゃおうかなみたいな。なんかその時に自分が気になったことになんか飛び込むきっかけになったらいいなってのはすごい思ったので、人と接することや自由に表現することの楽しさを実感した高校生たち、この経験を胸にこれからも地域と歩み続けます。つなげる、広がる、わっ。